エグゼモード株式会社は、かつて存在したデジタル家電、工学機器メーカーである。もともとは、クフ、ジャパン株式会社のデジタル家電、工学機器商品のブランド名として使われていたが、2007年5月にデジタルアプライアンス事業部となり、分社化への準備を行い、同年10月1日付で、分社、独立した。2008年9月、日本国内でのヤシカブランドの使用権を、 香港企業の JNC データムテック、インターナショナル社より取得。2009年3月下旬をめどに、フリービット株式会社が、クフジャパンの保有するエグゼモード株式の一部譲渡を受けて、資本、業務提携を行うこと、並びにフリービットより、取締役がエグゼモードへ派遣される計画があることが報道された。また将来フリービットの連結し会社化の可能性も、報道された。 2009年9月、フリービット株式会社が、エグゼモードの全株式を、クフジャパン株式会社から取得し、9月30日付で、フリービットの完全子会社となる、2011年4月、営業本部長だった小沼拓健が、代表取締役に交代就任すると同時に、6月までに、エグゼモード団体による製品開発と販売事業から撤退し、中国ブランド、 アイゴとの協業にシフトすると発表。これに伴いヤシカ、アグファフォトの販売も終了。2012年8月1日、同じくフリービットの完全子会社である株式会社ドリームトレインインターネットに吸収合併され解散。現在は同社のエグゼモード事業部となっている。過去の取扱い商品以下の製品をエグゼモード、ヤシカ、アグファフォト、 愛語の4商標で展開していたが2011年6月で愛語を残し撤退。2011年7月以降は愛語との協業商品のみ展開していたエグゼモードのコンデジフリービットエグゼモードと資本業務提携ベンチャービュー2009年2月5日フリービットデジタル家電メーカーエグゼモードを完全子会社化。 フリービット株式会社プレスリリース2009年9月29日代表取締役交代のお知らせプレスリリース2011年4月20日エグゼモード中国愛護製品の国内総代理権を取得デジカメウォッチ2011年4月21日ありがとうございます